夜桜四重奏夜桜カルテットは、安田鈴人による日本の漫画作品。月刊少年シリウスにて、2006年3月号から連載中。2020年12月時点で、累計発行部数は420万部を突破している。当記事では2度目のテレビアニメ化作品、夜桜四重奏花の歌、オアディ、夜桜四重奏星の海及び、 夜桜四重層月に泣くについても記述する。人間と妖怪が共存する桜の町、桜新町。かいな事件に、三人の猛うきび少女と一人のクールな少年が立ち向かう。声は突起のない限りテレビアニメ版、オアディ版共通。桜新町警察諸人区の最高機関。人間側の見方を自称しており、タイヤや貸し結界等を作り出し、 妖怪を犠牲に7号を消し去ろうとしているため、秋名たちとは対立している。桜新町とは違う町にある。2008年10月から12月まで TBS 他で放送された。プレスコで収録されている。制作会社及び主なスタッフは、ローゼンメイデンシリーズと同じ夫人となっている。個々の舞台やキャラクターが大きなバックグラウンドを持つ原作を一クールで描くに、当たり、 物語をシンプルな作りとするためのバックグラウンドの整理が行われている。また、桜新町は桜新町という名称となっており、二子玉川をモデルにアレンジされている。調律の仕組みも異なっている。原作では対象そのものをあの世に送っていたが、アニメでは生物の魂のみを送っており、後に魂のない抜け殻らしきものが残る。 また原作では左右どちらの手でも行っているが、アニメにおいては左手でのみ実行している。スタッフ主題歌格はリスト放送局2013年4月4日、再度アニメ化されることが発表された。2013年10月より12月まで放送された。第1作の続編ではなく、1から再生作となる。若干のアレンジはあるものの、概ね原作を踏襲する設定、ストーリーとなっている。 スタッフ主題価格はリスト放送局とブルーレイ、DVD 原作単行本第9巻、第10巻、第11巻の各限定版に収録のワディシリーズ。内容は原作に合わせ、テレビシリーズのキャストもほぼ続投するが、スタッフは第一作から一新されている。テレビでは規制されていたパンチラなどのお色気描写が解禁されている。第1話には、 STP 大新町長内放送の番外編、第2話には、キャラクターソング CD、第3話には、夜桜四重奏への挑戦が収録されている。ストーリーは、夜桜四重奏花の太の、第8話から第9話の間にあったエピソードとなっている。2013年7月26日ブルーレイで発売。スタッフ主題価格アリスト原作単行本第14巻、第15巻。 第16巻の各限定版に収録のワディシリーズ第2弾。スタッフ主題価格はリストアニメート TV で2008年10月3日から2009年3月19日まで、各週金曜に更新されたウェブラジオ。全13回。パーソナリティは福江美里、梶裕貴。アニメート TV で2013年9月12日から2013年12月19日まで、 各週木曜に更新された、ウェブラジオ。全8回。パーソナリティは、福江美里、梶地貴。この記事は、以下のカテゴリーでも参照できます。夜桜くら四星の海に関するカテゴリー。夜桜ざく四花の歌に関するカテゴリー。夜桜ざくら四十層月になくに関するカテゴリー。ありがとうございます。